足森神社は、岡山県岡山市北区足森に築かれた江戸時代の、足森藩木下市の館である。岡山市の史跡に指定されている。神社以降神社はと記念日1615年、木下都市坊の第に慶長19年大阪冬の神での功績が、徳川家康に認められ、火曜軍内に万号千石の地業を与えられて再び、足森に館を構えた。 足森神社と呼ばれている、足森木下家の館については、足森藩第四代藩主、木下都志定の時代の漢文2年から遠方7年の間に築かれたと言われる。1708年、五代定めは幕命によって、戦闘後諸造営に参加した際に、その残罪をもらい受けて、神社の東側に、銀風閣を建設。明治維新後は、足森県の県庁として利用されたが、 深津県に併合し消滅。陣屋の建物は取り壊されたが、1874年、陣屋跡中央部分に旧藩市の屋敷を移築し、木下施策家が居住した。1886年1月1日に、後の家人、木下利源はこの屋敷で誕生した。陣屋跡は、現在の足森小学校の北西隣にあり、現在は公園となっている。 陣屋の建物は現存していないが、陣屋跡を囲む堀と石垣が残っている。中世の宮所の山城のあった宮所の山を、借景にした庭園、金水園にすきや建築の銀風格が現存している。1959年3月27日、金、水園は、岡山県の名称に指定された。2002年4月10日、陣屋跡は、 足森藩主木家家屋系構え跡として、岡山市史跡に指定された。ABC、岡山シティミュージアム、岡山県指定名称金水園。岡山市。2017年2月26日閲覧。平井清監修、白毎日新聞社。1996年。ISBN4 から620605166。岡山市指定文化財一覧。岡山市。 2017年2月26日閲覧。ありがとうございます。